はい、菅井です。今日のテーマは企業経営に失敗する人の原因はズバリこれということでお送りしていきたいと思います。日頃ですね、コンサルタントとして僕もね、いろいろな起業家の方、経営者の方から、いろんな相談を受けたりしているわけなんですけども、やっぱりね、どんどんね、成果をね、出していける人と、なかなかね、成果を出していけない人っていうのは、人によって様々なケースがあるんですけれども、やっぱりですね、うまくいかない人には、うまくいかない人なりの、共通した傾向っていうのは、どうしてもあったりするんですよね。なんで、今日はこの辺の話をしていきたいと思います。で、ズバリね、起業や経営に失敗する人の原因ベスト3ということでね、今日はお送りしていきたいと思いますけれども、少なくともね、これを抑えるだけでもですね、失敗確率を下げて成功確率を上げていくっていうことがね、できると思いますんで、ぜひですね、最後までしっかり聞いていただけたらと思います。で、僕のね、YouTube チャンネルでは、こういうね、ビジネスや人生、それから、具体的なね、動画マーケティングでの集客やね、売上アップのやり方についてとか、どんどん配信していますので、まだね、チャンネル登録してないという方はね、右下の赤いチャンネル登録ボタンを押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思いますし、その隣のね、お知らせのベルマークの方もね、ぜひクリックしておいていただけたらと思います。あとですね、今日の話が良かったよということでしたら、親指マークのね、高評価ボタンの方もぜひ押しておいていただけたらというのと、コメントなんかもね、いただけると大変励みになるんで嬉しいです。あとですね、僕のメルマガの方でも集客やね、売上アップをね、動画マーケティングでどんどん実現していきたいけど、どうしたらいいのっていうね、そういう方のための情報をどんどん配信していますので、まだね、登録してない方はね、下の概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらからね、ぜひ登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと、無料のね、動画講座もプレゼントしてまして、そちらでね、具体的なね、ノウハウテクニックについてもご紹介していますので、そちらもね、お役立ていただけたらと思います。それではですね、今日の本題に入っていきたいと思いますけれども、起業やね、経営に失敗する人の原因ベスト3ということでお送りしていきたいと思います。で、まずね、第3位、準備や時間にエネルギーをかけすぎる。ちょっと前にね、別の動画で、そういう話をさせていただいたりしましたけれども、多くの人がですね、何かね、こういうことを実現していきたいっていうふうに思っていたとしても、まだね、その準備ができてないんじゃないかっていう気持ちにね、とらわれたりとか、何かね、心理的なね、不安とか、恐怖とかっていうのが、どうしても何か、頭の中にちらついてしまって、結局ですね、準備のための準備みたいな感じで、時間やね、エネルギーを無駄にしていってしまって、成果をなかなか出していけないっていう、そういうことにね、陥っている人が非常に多いんですよね。これはですね、冷静に考えると、はっきり言ってね、正直時間やエネルギーがもったいないっていうことになることが、多いです。っていうのは、どんなにね、100% の準備をしていっても、実際にね、行動していった時には、また違うことが起こってくるんで、その 100% の準備がどれほど意味があるのかっていうこともありますし、本当に 100% の準備が可能なのかっていう問題もありますし、実際にはですね、その行動していった時に、実際のね、事態が起こってきて、そこでね、本当に何をすればいいのかっていうのは、現実の方が教えてくれるっていうことがありますんで、その行動をしていった方がよっぽど早いっていうことが、ほとんどなんですよね。なので、準備にね、時間やエネルギーをかけすぎるっていうのは、非常にもったいないというふうに思いますし、成果を出していきたいと思うんであれば、行動に重点を置いていくっていうのは、非常に重要だと思います。で、第2位、素直に人に教えを請わないということですね。これもね、たびたびそういう話はさせていただいてるんですけども、やっぱりですね、誰でもですね、未経験のことをやっていくっていう時は特になんですけども、何でもね、自分の考えだけでうまくいく人っていうのはほとんどいないんですよね。だから、それだからこそ、どんなにね、素晴らしい運動能力を持っているスポーツ選手でも、やっぱりコーチっていうのをつけるのと同じでですね、ビジネスの世界でも、やっぱりですね、自分より経験のある人とか、いろいろね、実績がある人、詳しい人、そういうプロの人に、いろいろ教わりながらやっていくっていうのは、非常にね、成功確率を上げる上では、やっぱり、重要なんじゃないかなというふうに思いますね。で、その時に、やっぱりですね、うまくいかない人っていうのは、人にね、何か教わるっていうのがすごく苦手だったりするんですよね。もちろんですね、起業とか経営とかやっていこうっていう人は、自分の道をやっていきたいというふうに思っているわけだから、なかなか人に教わるっていうのは、得意じゃない人の方が多いのかもしれないんですけども、それでもですね、やっぱり、自分がね、詳しくないこととか、専門じゃないこととか、知らないこととか、知っていてもやれてないことであれば、素直にね、人に教えを請うっていうのが、非常にね、結果、成果を出していく上では非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。これがね、できるかできないかっていうので、ものすごくね、成果っていうのは大きく違ってきてしまうんで、非常に重要な部分だと思います。第1位、見栄やかっこつけにお金を使ってしまい、本当に必要なノウハウやスキル獲得にお金を使わないっていうやつですね。ちょっと文章長いですけど、結構ね、失敗する人、うまくいかない人、そういう人に一番ありがちなのが、実はね、この表面的な部分、見栄とかかっこつけとか、自分がね、よく見られたいっていうことで、そういうところにね、お金を使ってしまうと。例えば、それほどね、まだ売り上げがものすごく上がって、安定的な基盤を築けていないのに、高いね、オフィスを借りてしまうとか、もちろんね、自分に励みというか、活をね、与えるとか、環境を整えるとか、いろいろな理由はあって、それがね、うまくいく人もたまにいるかもしれないんですけど、基本的にはですね、やっぱりキャッシュっていうのはね、ものすごく重要じゃないですか。ビジネスでやっていくにはね、手元にどれだけのね、現金を持っていられるかっていうことが、非常に重要だったりするわけなので、やっぱりね、そういうのを冷静に判断していって、見栄やかっこつけにね、お金を使うっていうことがないっていう風な部分を、持っていく人があると思います。もちろんね、世の中にはどれだけね、自分が稼いでいるよっていうのを、見せびらかすと言ったら変なんですけど、いいように捉えれば、人にね、頑張ればこうなれるよっていう励みを与えるために、そういうのをね、見せていくっていう、そういうスタイルでやってる人もいるかもしれないんですけど、それをね、羨ましいとか、あるいは自分もね、頑張ろうっていうふうに思ってもらうのは、いいんですけども、それをね、やれる体力があるのかどうか、それよりも本当にね、お金を使っていくべき部分がもっとあるんじゃないか。例えば、本当にね、ビジネスに必要なノウハウやスキルを獲得するために、セミナーとかね、本当に必要な講座にお金を投じていって、スキルをね、身につけていくっていうことも重要かもしれませんし、あるいは、ビジネスをね、PR していくために、広告費をね、お金を使うっていうのが、必要な場合もあるでしょう。これはケースバイケースかと思いますけど、そういうところに、しっかりね、投資をしていく、設備に投資していくっていうのもそうかもしれませんし、そういうね、本質的に利益を生んでいく部分に、お金を使っていくってことの方に、意識を向けるっていうのが、非常に重要なんじゃないかなというふうに思いますね。これができるかどうかっていうことが、非常に重要だと思います。なんでね、今日この3つご紹介しましたけれども、で、第3位、準備に時間やエネルギーをかけすぎる。第2位、素直に人に教えを請わない。第1位、見栄やかっこつけにお金を使ってしまい、本当に必要なノウハウやスキル獲得にお金を使わない。ね、この3つをお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。他にもね、実はいろいろあると思いますけれども、かなりね、代表的な3つっていうのを、今日はね、ご紹介しました。こういうところをね、気をつけて、やっていくか、やっていかないかっていうだけでもね、大きくね、差が出てくると思いますので、ぜひね、意識してみてもらえたらと思います。それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。菅井浩二の YouTube チャンネルまだ登録してないという方はね、右下の赤いチャンネル登録ボタンの方を押して今すぐ登録しておいていただけたらと思います。その隣のね、お知らせのベルマークの方もね、ぜひクリックしておいていただけたらというのと、今日の話がね、良かったよということでしたら、お嫁マークのね、高評価ボタンの方もぜひ押しておいていただけたらと思います。あとですね、コメントなんかもね、ぜひいただけると励みになるんで嬉しいです。それからですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、集客やね、売上アップをどんどん実現していくための大事なお話をどんどん配信していますので、下のね、概要欄の方にメルマガ登録方面の URL がありますので、そちらの方からね、あなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと、無料の動画講座の方もね、プレゼントしてまして、集客やね、売上アップをどんどん実現していきたい、動画マーケティングでね、成果をつかみたいっていう方、そのね、重要ポイントについて公開していますので、そちらもね、ぜひお役立ていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。あとですね、LINE 公式の方でも気軽な感じの情報配信をどんどんしていますので、下のね、概要欄の方に LINE 公式への URL もありますので、そちらの方もね、ぜひ登録しておいていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。